そうですね、まず発表があって JEC の方にオンタイムのエンデューロに今年は全戦参戦するんで、そっちの方が得意かなと思うんですけど、トライアル出身の僕にとっては得意かなと思うんですけど、まあJNCC はねすごいメディアさんも注目してますし台数も多いんでね、まあ、ここで活躍したいなっていう気持ちは去年より一層強いので、まあとにかく全開で頑張りたいなと、ただそれだけ思ってますけども、はい。今回は、先週と違ってバイクが綺麗なんですけど、中身に関しては一緒なんですけど、鳥のデザインさんにお願いして、僕の好きなペイズリー柄にちょっとしてもらったんで、ちょっと新しいことこうデザインとかファッションとか、まあ、音楽に関してもそうなんですけど、いろいろエンデューロ界に吹き込んでいってですね、いろいろ仕掛けていきたいなと、今年も、謎めいた予測不能な動きをしていきたいと思ってますんで、こういうところにも注目よろしくお願いします。